仙台四郎は、江戸時代末期から明治時代にかけて、現在の宮城県仙台市に実在した人物で、人心としても祀られている。旧時体を用いて、仙台四郎とも書く。本名は、通説では、芳賀四郎であるが、親族によれば、芳賀豊公。知的障害があり、会話能力は低かったが、明治期に、四郎自身が選んで訪れる店は繁盛するとの、 迷信が南東北のマスメディアを巻き込んでルフし、売り上げ像を起とする店舗等が白の気を引こうと工遇した。没後の大正期に入ると仙台市内のある写真館が白の写真を飾れば商売繁盛のご利益があると謳って写真販売を始めた。商売繁盛のご利益は存命中においては志郎の意思に依拠したが写真による偶像化以降。 四郎の意志とは無関係になり、グッズを購買すればご利益が得られると転換された。1920年からの戦後強行以降、繰り返し発生する不景気において、四郎のブームがたびたび発生し、商業神の稲荷神やエビス、あるいは土着の松川だるまを凌駕して、仙台で進行され、さらには全国的に知られる福の神として定着した。現状では、 民間信仰において、神として崇められる一方、神であるか不明なキャラクター化も進んでおり、死郎が神と人との間で揺れ動く人心となっている。神としてのグッズ展開がある一方で、仙台市都心部の密教系仏教寺院では、キリスト教におけるサンタクロース姿にさせて飾ったり、仙台初売りや一般企業の広告では、キャラクターとして使用されたり、 死郎の風貌やエピソードを設定として用いて、芝居の興行をする俳優、コントをする、お笑い芸人、芸能活動をする、ローカルタレントが現れたりもしている。江戸時代から1880年代まで、北一番町高等大通りの角、旧宮城県庁港内郵便局の場所に、日の宮蔵があり、北一番町通りを挟んで、北向いは少なくとも19世紀中は、 やぐら下と呼ばれていた。このやぐら下には、戦国時代の伊達政宗の代より、伊達氏に仕えた宝術師を外する鉄砲谷屋職人、はががあり、その四、男として生まれたとされる。そのため、やぐら下四郎とも呼ばれた。四郎の知的障害には、生まれつきという説と、七歳の時花火見物中に、誤って広瀬川に転落して溺れて、 意識不明となったことがもとで知的障害となったという説がある。言葉についても、バヤンなどとしか話せなかった説と、普通に会話もできたとする説とがある。その後、ロ郎は気ままに支柱を歩き回るようになった。行く先々で食べ物や金品をもらったりしていたが、人に危害を及ぼすことはなく愛嬌のある風貌をしていたので、概ね誰からも好かれた。子供が好きで、いつも、 機嫌よく笑っていたという。白馬鹿などと陰口を叩かれることもあったが、不思議と彼が立ち寄る店は繁盛し人が集まるようになったため、服の神だなどと呼ばれて、どこでも無料でもてなされたとされるが、実際には、家人が後に支払いに回っていたこともあった。店にしてみれば、どんなに高額な飲食でも、必ず後で代金を支払ってもらえる乗客と、 解釈できる存在であったという側面もある。白は素直な性質であったが、気に入らない店には誘われても決して行かなかったという。やはり無料で鉄道を利用し、宮城県内の白石や福島県の福島、白川、さらには山形県の山形まで足を伸ばしていたらしい。白は1902年頃に塚川にて47歳で死んだとされるが、 諸説ありはっきりしたことは分かっていない。徘徊中にそのまま姿を消したという説もある。不残行万有中との新聞記事が掲載されたことがあるが、これも事実かどうかは分からない。昭和期に入っても目撃願があったとされる。明治時代には千葉一が30歳頃の城を福島で撮影した写真が焼き増しされて販売されていた。大正に入る頃に、 福島より仙台に移り、仙台市内で開業した千葉写真館が、明治福の神と銘打ってこの写真を絵はがき等に印刷し売り出した。この時から、仙台史郎と呼ばれるようになった。現在残っている写真は、蒸気の一種類だけである。この写真に写る史郎は、島模様の和服に懐出をして笑っており、言い伝え通りに膝を丸出しにしているなど、 素老の人となりをよく捉えたものと言える。この写真をオリジナルとして、肖像画家による作品が2つと、鉛筆画が1つ、計4つあり、それぞれらの複製の段階で細部の違いもできたりしたため、さらにいくつかの版の存在を確認できる。着物がはだけていないように見えるものから、中には膝の奥に弾痕がそのまま写っているものまであり、幅広い触手の遺憾を問わず、 彼が福の神として厚く慕われてきた何よりの証拠ともなっている。また、ものの古さから昭和初期と見られる仙台四郎の人形もある。松川だるま江戸時代より仙台では商売繁盛を願う縁起物として松川だるまがあり、七点八鬼にちなんで八体を並べて飾り、毎年一体を買い求めた代わりに一体をドンと 祭り等においてご進化で燃やすという風習があった。松川だるまは中心部などで開催されていた都市の位置で買い求めるのが一般的であったが、高度経済成長期にあたる昭和40年頃に都市の位置は行われなくなり、主要な販路が自社の祭事での出店に変化した。また、支店経済都市である仙台では中心部商店街の小売店がテナントビル化し、 松川だるまを知らない東京や海外に本拠を置く、田中が主に路面店として入るようになり、松川だるまの風習が衰退していった。仙台四郎の人形をここに、写真や人形など様々なグッズ展開をした、仙台四郎のブームが発生し、仙台における商売繁盛の縁起物の地位が、神棚に並べ場所を取る松川だるまから、店内での置き場所に自由度が高く場所を取らない。 仙台四郎へと取って代わられることになる。仙台市内の飲食店では、神棚、レジ脇などに、仙台四郎の写真や置物を見ることができる。土産屋などでは、様々な四郎人形が置いてある。なお、仙台の流行り紙としては、他に定義如来と仙台幸子がある。朝日神社に飾ってある、仙台四郎の絵現在行方不明仙台四郎は、 民間信仰であるため本来実写とは関係ないが仙台四郎を合わせて祀る自社がある。1986年に仙台四郎祭が開催されたサザジュービル以下は仙台四郎を題材にした作品。この他に BS 富士のバラエティ番組東北魂 TV において仙台四郎をパロディにした仙台五郎と仙台六郎が登場するコントシリーズ商売繁盛がある。また、 かつて、仙台のお笑いコンビハンプティダンプティの安倍大地が、コンビ解散後にアリ TV の営業担当となった頃から、平成の仙台四郎と名乗っている。ありがとうございます。